はい、短期決戦です。1月26日9時21分です。第1349回ロト6の予想の準備をしていきたいと思います。おはよう。で、どうするかっていうと。ポリピーアットマーク83ヤミ3ニャンボス。ニャンポス。ポリピーアットマーク83ヤミ3昨日はどうでしたか？昨日は最悪だわ。昨日はね、7000円負けだ。でもね、昨日ね、やらなくてよかったよ。やれなくてよかったよ。昨日やれなくてよかった。やってたらまたさらにマイナスが増えてるところだった。オッケー、これで301。金玉さんロト6って土曜日か。おはよう。ポリピーアットマーク83ヤミ3やれてなくて7000円負けか。ロト6、これロト6、月曜日のロト6だから。28日の。これ月曜日のロト6の予想。あれさ、金さんさ、あれだよ、YouTube はさ、いや、もう俺、ふわっちでさ、ずーっとやってるから、ふわっちのリスナーさんの方が多いわけよ。だからさ、YouTube で今から始めようとしても、1とかしか、アクセス数が1、視聴者数が言えてない。視聴者数が1とかさ、2とかしかないわけよ。ダメだよ。いきなり今から YouTube 始めようとしても無理なの。YouTube ライブ始めようとしても。相場が、あ、平日だったらどうかなと思うけ金ど。玉さん換金率95%とか言ってたぞ。何が？これ今ね、ロト6過去10回と、ロト7過去2回と、ミニロト過去2回。全部入ったね。で、右側に、カウントイフで、1が何回、2が何回って出て、入るようになってて、自動で入るようになってて、その隣にボーナス数字も自動で入るようになっ金て。玉さんふわっちは45%だろ。ああ、あれか。スーパーチャットか。スーパーチャットか。なんだっけ。ちょっと、これ準備は一生懸命やんないとさ、また後で、あれで配信するから、雑談はその後だ。こ金れ、玉さん知らんけど。ロト6の準備しないと。10回中4回が1で、10で、15で、16で、10回中3回が8、9、18、26、29、33、42、43。10回中2回が2、12、19、20、23、27、34、39。あとね、ハイローはさ、YouTube だとハイローできないんだよ。
YouTube で廃炉をやると、バンされちゃう。ああ。YouTube で廃炉をやったらバンされちゃうんだよ。7、7ボーナス数字、9ボーナス数字。16ボーナス数字。18ボーナス数字。29ボーナス数字。34ボーナス数字。YouTube 規定が厳しくなってきてさ、36ボーナス数字。34ボーナス数字。39ボーナス数字。42ボーナス数字。43ボーナス。ラファエル。ストピーキクリーンおじさんあれ、予想準備様子が変わったね。なんで変わったの？変わってないよ。これあれな、カウントイフでね、こっち側に自動で入るようになったの。これ、カウントイフで全部入ってる。あ、昔と変わったってこと？昔と変わったってこと？以前とはもう全く変わって、ワンシーズン目とは、ファーストシーズンとは全然違うよ。6回中4回が4。6回中3回が11。ファーストシーズンとは、もう、全然違うよ。6回中2回が2、7、8、12、19、21。43かな。ボーナス数値。4、5、6、11、12、19かな。で、4はなくて、11、27、27、33、2、7、8、12、19、21、43。オッケー、よし、出来上がり。そう、だからね、今から YouTube を開拓しようとしてもね、ちょっと時間かかるんだよ。無理がある。それと、何？廃炉は YouTube じゃできないから、廃炉配信は YouTube じゃできない。ロボネコさんはずっと YouTube ライブでバイナリー配信してる人いるけどな。あ、そうなの？あ、そう、いるの？ 10 回中4回。1、10、15、16。あ、そんな人いる？ 16。10回中4回、10回中3回。8、26、33。10回中3回1回ボーナス。9、18、29、42、43。あ、そう、いるんだ。10回中2回、2、12、19、20、23、27。10回中2回、1回ボーナス数字、34、39。6回中4回、1回ボーナス数字、4。6回中3回、6回中3回、27、33。6回中3回、1回ボーナス11。6回中2回、2、7、8、21、43。6回中2回、1回ボーナス12、19。でもね、YouTube はね、厳しいからね、あれだよ。YouTube は規約が厳しいからね、そういうバイナリーオプションもね、多分ね、将来的にはダメになるよ。
バイナリーオプションがダメになるんじゃなくて、ハイローオーストラリアはダメだと思うよ。ああ。ハイローオーストラリアアウトだよ。YouTube の規約上どうかわからない。YouTube、じゃあ、法律上は、ああ、どうなんだろうな。どこでこ、散歩の人なんか24時間配信してるで URL。あ、そうなの？あ、24時間ハイローの配信してる人なんかいるんだ。へえ。それはありがたい。その情報はありがたい。あのさ、YouTube は子供向けだから、YouTube は子供向けだから、ハイローなんてやってたら、ギャンブルなんてやってたら怒られるわけ。は？ハイローなんてやってたら怒られるわけよ。大人が子供に見せたくない動画は作っちゃいかんのよ。大人が子供に見せたくない動画は作っちゃいかんの。大人というか保護者がね、保護者が子供に見せたくない動画を YouTube にアップすると苦情がいくから。7、9、16、18、29、34、36、39、4、5、6、11、12、19かな？よし、OK。ストピーキクリーンおじさん、その準備してるエクセルファイルくださいな。これ販売用。これ販売用。ヒトピーキクリーンおじさんだに。ポジオさん、タンキさん、お久しぶり。ポジオさん、お久しぶり。1000円で売ります。1000円で売ります。ヒトピーキクリーンおじさんマジか。動画見て作るよ。動画見て作って。25、26、27。でもこれ入力するとこが多いからさ、完全じゃないんだよ、まださ。入力するとこばっかしでさ、37、38、39、40、41。入力するとこばっかしで、これさ、完全じゃないんだよね。27、28、27、30、31、33、34、35、36、43。はぁ、1、2。ストピーキクリーンおじさんは、わかる。でもそんなのはどうにでもできるぞ。あ、後から付け加えてってこと？16、17、18、19。
じゃあ、ダウンロード、あ、アップロードしようか。43。アップロードしようか。これ終わったらアップロード下げるよ。南国市場に落とすかな。あ、